ピーマンに付されたオクラベルアペラシオンドリジーヌ・コントロレとはフランスの農業製品フランスワインチーズバターなどに対して与えられる認証であり製造過程及び最終的な品質評価において特定の条件を満たしたものにのみ付与される品質保証である日本語に翻訳すると原産地統制故障原産地故障統制などとなるフランスの法律では 奥の基準を満たさないものは、奥で規制された名称で、製品を製造、または販売することは違法である。フランスの原産地故障委員会が管理している。すべての奥製品は、ラベルや製品そのものに印刷された商品によって、識別される。可能な限り不当表示を防止するため、いかなる奥名も、そうでない製品のラベルには使用されない。生産者の住所における地名が、 億名である場合は5桁の郵便番号を使って代替させる。この場合最初の2桁の番号が剣を示す。奥の原点はブルーチーズのロックホールが議会の布告によって規制された15世紀に遡る。直接的に奥の前身となった近代的な法の整備としては1905年の原料の偽装を取り締まる法律。 そして1919 19年5月6日に制定された原産地保護に関する法律がある。これは製品が生産されるべき地域や組織を特定したものであり、その後度重なる改定が試されてきた。1925年にはこの法律に基づき、ロックホールがチーズとしては最初の奥を獲得している。1935年7月30日。 ワインの製造工程を管理する目的で、フランスのお臨床管轄の組織として、イナオが設立された。イナオは、生産者、消費者、行政官の3者より構成される組織で、奥の認定、運用などの業務を行っている。ローヌ県シャトーヌフテュパップのワイン醸造家にして、老練な法律家でもあった、ピエールレ・ロイダンシャクは、イナオ設立よりわずか2年の後、 1937年にコートデュローヌの名で奥を獲得している。奥のマークは1950年代、60年代、70年代にそれぞれ作られフランスの法に基づき統制、管理されてきた。1990年7月2日にはイナオの管轄範囲がワインのみならず他の農産物にも拡大された。 奥が規定する項目の最たるものは、農産物の生産場所であるが、その範囲は実に様々である。様々な気候条件や土壌を含む広大な地域を認めるものもあれば、ごく強小な範囲のみを指定する場合もある。例えば前日のコートデュロール奥では4万ヘクタールの高地が指定されているが、シャトーグリエ奥の範囲は4ヘクタールに満たない。ワイン、シャトー、 マルゴーのラベル表示。アップルション・マーゴ・コントラレイと表示されている奥、製品の印として、ワインのラベルには必ず、アペラシオン・コントラレイ、または、アペラシオン・ディ・リゲネッキントロ・リーの表示を入れる。生産地の部分には、ボルドーなどの地方名、メディックなどの地区名、マーゴなどの村名が入る。ブルゴーニワインの場合は、さらに、ロマネ、コンティなどの畑名まで入る。 奥ポーでは品質を保持し、産地名称を保護するため、葡萄品種による最低アルコール度数の規定、最大収穫量、栽培法、選定法、また地方によっては熟成方法なども規制している。フランスワインのほか、ブランゲー、ラム酒にも多くが制定される。生産地域、その産地内でできた葡萄100%で作られている。品種、 葡萄の品種に関しても、使用の可否に規定があるので、それが守られていること。最低アルコール度数、収穫期の葡萄の糖度にも規定がある。最大収穫量、1ヘクタールあたりの最大収穫量が規制されている。ワインの品質は、単位面積あたりの原料葡萄の収穫量が少ないほど高くなる傾向があるので、面積あたりの生産量を増やしすぎることは、 ワインの品質低下に直結する。このため、高い品質を維持するには、ブドウの花の開花の段階で調整し結実させる、草の数を減らす必要がある。幸い法、ブドウの樹齢が5年を経過していること、など。剪定法、ブドウの木の種類を考慮し、産地によっても異なる。醸造法、ミュスカデ、ロゼワイン、シャンパーニュのスパークリングワインには、特別に規定がある。 産地によって異なる。熟成法、ボジョレーヌーボーの発売日や、発泡ワインの熟成法は、特に厳密に定められている。試飲検査、奥ワインのすべてが、試飲検査を受けなければならない。チーズの場合、ワインのように、D オリジンの位置に生産地を直接記入はせず、円と楕円を組み合わせたラベルの中に、アペラシオン D、オリジンコントラレイの後産地名。 チーズ名が別個に刻まれる。牧畜地域。原料を生産する動物の牧畜場所。防ホールなどでは放牧の標高も規定される。生産地域。チーズの生産や熟成を行う地域。例えば、ロックホールの場合、熟成完了から出荷までの作業はすべて、ロックホール村内で行わなければならない。生産時期。牛や羊などの放牧及び搾乳の時期。 乳の種類、動物の種類、品種、生乳か殺菌乳か。他に、一群の動物の海から集めた乳であるか、林家の乳を混合していないか、などがチェックされるものもある。搾乳法、乳を1日に何回絞るか、絞ってから何時間以内に酵素を添加すべきか、など。凝固温度、漁乳酵素を加える時の温度、加熱の是非。 製造時に原料を規定以上に加熱することはもちろん、加熱することが可能な設備が、アトリエにあるだけでも、資格取り消しとなる。凝固法、凝乳を押し固めるか否か、その際に加熱するかどうか。カシオ法、乾いた塩を直に振るか、塩水に漬け込むか、など。菌酒、チーズに明示的に新菌や細菌を加える場合、その種類や採集場所。熟成法、 熟成場所や最低熟成期間など、サイズ、チーズの重量、直径、高さなど、目視検査、チーズの外形が整っているか、ひび割れはないか、目の数は適切か、など、試食検査、チーズの甘みや金属味に関する感能検査、観察、生産地や生産者などを記した観察がついているか、観察上の文字が判読可能か、これは、 ハードセミハードのチーズに対して要求される項目である。販売時の形態、表皮が特徴となるチーズでは、切り身に表皮が付いているか。表皮をつけて売ることを義務付けられたチーズでは、例えばすりおろして粉末にするなどの販売形態は許可されていない。この場合は、億名以外の名前、例えばグリエールチーズなどの名称や、別途商標名で販売することになる。 チーズにおける奥の規定はチーズごとに様々であり、すべての奥チーズでこれらの全項目に関する規定があるわけではない。評価方法やその厳しさも様々である。フランス国内で最も生産量の大きいチーズであるコンテの場合、毎年5%程度のチーズが奥の基準を満たせずに失格し、コンテの名を冠されずに販売される。カマンベールチーズは 奥の取得が遅すぎたため、奥認定に先んじて、カマンベールの名で、世界的に多くのコーーチーズが出回った。そうした状況を受け、カマンベールの奥は単なるカマンベールではなく、ノルマンディさんのカマンベールとノルマンディに対して与えられている。ありがとうございます。